皆さんこんにちは、まなみです。今回はこの有名なラネージのネオクッションマットと同じシリーズのネオファンデーションマット SPF16PA2+ をレビューしていこうと思います。でこちら発色展開で私は23円の1番3度を購入しました。でこちらの商品はおそらく Q10 と楽天だけで販売しているのかなと思うんですが、楽天で購入すると確か500名限定だったと思うんですが、このネオファンデーションブラシがついてくるんですね。こういった形なんですけど、触ってみた感じは肌当たりはすごくいいです。なので今回塗る際はこちらも使っていきたいと思います。このファンデーションはポイントがいくつかあるんですが、まずは雲心地カバーということで、細かいマイクロ粒子が凹凸を埋めてフラットに整えフィットして、マットタイプ独特の粉っぽさや厚ぼったさがないっていうのと、長時間くすまず透明感のある華やかな色が続いてくれて48時間崩れないキープ力、あとは40度のサウナでも崩れないキープ力を確認と書いてありました。さらに大気汚染やブルーライトもカットしてくれるそうです。この2つは同じシリーズってお伝えしたんですけど、シーンによって使い分けるのがいいみたいで、メイクを長持ちさせたいのであればこのファンデーションの方を外出前に使って、メイク直しにこのクッションファンデーションを使うのがいいみたいです。普段使いとか時短メイクをしたいときはこのクッションファンデーション、特別な日や丁寧にメイクをしたいときはこちらのファンデーションを使うといいっていう風にサイトに書いてありました。でケースなんですけど、こういったマグネットタイプになっていて、ちょっと蓋大きいなと思ったんですけど、これを開けるとこんな感じで、この上をプッシュして使うっていう形です。このファンデーションは低粘度のファンデーションなので、使用前に振ってくださいっていう風に書いてありました。はい、ということでここから塗っているところをご覧いただくんですが、毛穴やニキビをアップでお見せしていきますので、ご覧の際はご注意ください。片方はこのセザンヌの皮脂テカリ防止下地とベース&シーのプレストパウダーを使ってマットな肌を作って、もう片方はですね、この前エスティローダーの動画でもご紹介したダブルウェアのフローレスハイドレーティングプライマーを使ってツヤ肌っぽく仕上げていきたいと思います。まずはセザンヌの皮脂テカリ防止下地ピンクベージュ SPF28PA2+ から使っていきます。ラネージュネオファンデーションマット SPF16PA2+ を使っていきます。ワンプッシュだとこのくらいの量なんですけど、少しずつ広げていきたいと思います。この筆はかなり幅が広いので、頬などの広い面は塗りやすくて時短にもなりました。ただ小鼻あたりの細かい部分は少し塗りにくいんですけど、でも筆を立てて塗れば全く塗れないっていうことはなかったです。筆の筋は少し残ってしまうので、気になる方はスポンジで押さえてあげると少しだけですけど目立たなくなります。ちなみに匂いなんですけど、わずかにフローラルの香りがします。ただそこまで強くはないです。で、後でリキッドファンデーションとクッションファンデーションを比較していくんですが、クッションファンデーションは強めのフローラルの香りです。はい、半分塗れました。アップでお見せするとこんな感じで、毛穴も綺麗に埋めてくれていて、毛穴落ちもないのでかなり綺麗に仕上がったなと思います。カバー力的にはミディアムカバーより少し上くらいに感じました。反対側はこちらのダブルウェアフローレスハイドレーティングプライマー SPF45PA4+ を塗っていきます。下地の相性的にはセザンヌの方が良かったので、乾燥肌とかではなければ、そういった皮脂やテカリを防止してくれる下地を使った方がファンデーションが綺麗に持つかと思います。リキッドファンデーションってこう薄く広げられるところがいいですよね。密着力が高くなる感じで厚塗りになりすぎないので、最近リキッドもいいなと思って使っています。ファンデーション両方とも塗り終えたのでアップでお見せしていきます。仕上がり的にはやはりこのダブルエアのハイドレーティングプライマーを塗った右側の方がツヤっとしています。
毛穴も綺麗に隠してくれていて毛穴落ちもないですし、ただブラシなのでやっぱりちょっと線は残ってしまうんですけど、気になる方はスポンジとかで押さえればそこまで目立たなくなるかなっていう感じです。ニキビとかは全て隠れるわけではないので、気になる方はコンシーラーとかを使った方がいいかなっていう感じです。ということで、左側だけパウダーをしていくので、キスミーベース&シースキンバリアパウダー01番ナチュラルベージュ SPF20PH プラスを使っていきます。イニスフリーをよく使っていたんですけど、こちらの方がパフが大きくてすぐにサラサラにしてくれるので、最近はこちらを気に入って使っています。左側はパウダーを塗ってマットになったのでアップでお見せしていきます。やはりパウダーでマットにした方がカバー力は上がりますね。このシミとかは薄く見えているので、カバーするタイプとは言いつつも、そんな厚塗り感のない完璧なカバーっていう感じではないので、重たくなりすぎないファンデーションです。ということで、これから7時間検証してみたいと思います。こちら3時間後の動画です。少しだけ角栓に溜まって白くなっている部分はあって、顎あたりも最近良くなってしまう乾燥からくる白い斑点みたいなものがありました。でもまだまだ綺麗だと思います。こちら5時間後の動画です。おでこはこんな感じです。パウダーをしていない方の頬はそこまで変わっていませんが、鼻は少し皮脂がプツプツと出てきました。こちら7時間後の動画です。パウダーをしている方も触るとしっとりしていたのと、ツヤの下地を使った右側はテカリートまではいかないと思うんですが、皮脂が出ていて光を反射していました。鼻は両方とも皮脂が出ています。右側の顎あたりは少しよれていたかなっていう感じです。それではティッシュオフしてクッションファンデーションでメイク直しをしていきます。両頬と顎に少しずつ重ねたくらいなんですが、やはりマットタイプなので私の肌だと塗り直すと少し汚くなってしまう印象です。全体的に角栓が目立ってしまったり、頬の一部分は毛穴落ちしてしまったところもありました。塗り直した後の肌の状態をご覧いただこうと思います。それではクッションファンデーションとリキッドファンデーションで比較していきます。まずは色味を比べてみるんですが、右がクッションファンデーションで左がリキッドファンデーションです。リキッドの方がベージュ寄りでピンク味が強くて、クッションの方がオークル寄りだと感じました。私の肌だとクッションの方が色味は合っていて、リキッドは少しオレンジ感が強かったです。 23N なので同じカラーかなと思っていたんですけど、結構差は感じました。今日はですね、このリキッドとクッションファンデでどのような違いがあるのか見ていきたいので、半眼ずつ塗って比較していきたいと思います。こちらは SPF42PA2 プラスあるんですが、このリキッドは SPF16PA2 プラスなので、一応全眼下地を塗っていこうと思います。リキッドとの相性が結構良かった、こちらセザンヌの皮脂テカリ防止下地ピンクベージュ SPF28PA2 プラスを塗っていきます。では右側にこのクッションファンデーションを塗っていきたいと思います。付属のパフが結構汚くなっていたので、こちらのブリブリの黄色いパフを使っていこうと思います。今回の動画で検証していた中で一番感動した部分なんですが、このパフを変えたことによって仕上がりがだいぶ綺麗になったんですよ。大きい毛穴は埋められないっていうのに変わりはないんですが、
塗りやすくなってすごく良かったです。もしラネージのクッションってうまく塗れないなっていう方がいらっしゃったら、ツールを変えてみるのもありかなと思います。ファンデーションが綺麗に塗るかもしれないです。アップでご覧いただくとこんな感じです。はい、ということで反対側も塗っていきます。こちら側はリキッドなんですけど、同様にブラシで伸ばして、後でスポンジを使ってブラシの跡を目立たなくさせていきます。全部跡が消えるかというとそこまでではないんですが、ちょっと目立たなくなりました。顎はスポンジだけで塗ったんですが、少しムラになる感じがあります。おでこはブリブリのパフで塗ってみたんですけど、均一に伸びましたし、ブラシの跡もできないので良かったです。ここの血管のもう少しカバーしたいので塗り足してみようと思います。はい、全顔塗り終わったのでアップでお見せしていきます。おでこに関して言うとそこまで差はないかなと思います。今回は毛穴が綺麗に埋まった方だと思うんですけど、ほとんど隠れましたね。やっぱり鼻の毛穴、こういう大きいところとか、ここら辺は少し埋まっていない部分あるんですけど、この辺りは全部毛穴は埋まっています。やっぱりマットなのでちょっと凹凸感は目立つんですけれども、でも今回綺麗に仕上がりました。こちら側は鼻はブラシで塗ってるので、やはり綺麗に埋まっている感じがあります。で、頬なんですけど、先ほどちょっと上から重ねたのが良くなかったのか、毛穴落ち白くしてしまってるんですけど、遠くから見ればそこまで気にならないかなっていう感じで、あと色味がですね、こちらの方がやはりピンク味が強いので、私の肌の色と合っていないっていうのもあるんですけど、ファンデーションが厚く塗られているところと薄いところの差が見えてしまってるかなっていう気はします。このクッションファンデーションの方の色は結構ぴったりなんですけど、こちらの方がピンク味は強いです。あとちょっとこの左側の方が多分光が強く当たっているのでツヤ肌に見えてるかもしれないんですけど、実際見た時のツヤ加減はこのリキッドファンデーションの方が強いです。どちらかといえばこちらの方がマット入りなんですけど、両方マットからセミマットぐらいに見えるかなと思います。こちら7時間後の動画なんですけど、鼻の皮脂が出ているのと、リキッドの方の鼻の横あたりがテカっていて、あとまたですね、顎がおそらく乾燥で白く斑点みたいなのができていたんですが、それ以外の大部分は全然変わっていなかったんですよ。かなり綺麗に保たれていたので、夜一人でテンションが上がっていました。比較するとクッションファンデーションの方が崩れていないかなっていう印象です。それではマスクを着用した日の動画をご覧ください。下地はセザンヌのものを使用していきます。下地が塗り終わったらファンデーションを塗っていきます。塗るのが3回目でしつこいかなと思ったので早送りにしてみました。2倍速でお送りいたします。今回は外側にファンデーションを乗せてからどんどん内側に広げていくスタイルで塗ってみました。輪郭ってあまり塗らない方が自然にグラデーションができるので、内側から塗った方がいいとかってあるんですけど、私は全顔しっかりファンデーションを乗せるタイプなので気にせず塗っていきました。別に内側から塗っても毛穴落ちするっていうことはなくて、塗った後にまた上から重ねた時だけ毛穴落ちしてしまうので、もう内側から塗っても全然大丈夫なんですが、今回は逆から塗ってみました。はい、塗り終わりました。欲張りすぎずにワンレイヤーで終わらせた方が綺麗に仕上がりますね。目の下が逆パンダになっていて赤みが気になるんですけど、そのままにしておきます。マ
スクをするのでベース&シーのパウダーを塗っていきます。これもまた2倍速でお送りしますね。全顔塗り終わりました。こちら4時間後の動画で、家にいたので涼しかったんですけど、鼻はファンデーションが剥がれていて毛穴落ちしていました。ただ頬あたりの崩れは他のファンデーションと比較しても少なかったです。触るとしっとりし始めていましたが、テカリなどはありませんでした。このファンデーションの長所はブラシを使った時の話になってしまうんですけど、伸ばしやすくて短時間で全顔塗れるところ、あとは大きい毛穴以外は埋まりますし、ファンデーションをたくさん重ねようとしなければ毛穴落ちしないところも良かったです。あとマスクをつけていない日の皮脂テカリ防止下地とパウダーと組み合わせた場合は崩れにくかったので、そこも良かったと思います。短所としては色味なんですけど、クッションファンデーションと対応してるって書いてあるんですが、トーンや明るさに差を感じました。あとブラシを使うと跡が残るので気になる方もいらっしゃるだろうなと思いました。ただ肌は乾燥せずに持ちがいいファンデーションだったので、気に入る方は多いんじゃないかなと思います。はい、それではここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。